砂漠のどこかに火炎の谷があるんだよな。そのばっかりであの子には大変だし。こんなもの？さあ、木のマナストーンを探しましょう。すぐに片付いたでち。
これでしばらく敵と遭遇しないでしょう。があるのね。せっかくだ、強い武器がないか見ていこうぜ。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。なかなかの品だな。気に入ったぜ。大事にするわね。お目が高い。お目が高い。いい買い物したわ。大事にするわね。またのお越しを。
楽しくなってきたぜ。 俺たちは強くなっている。 敵じゃなかったな。
バカな娘、呪いを解いてやったんだから少しは役に立ちなさいよ。さあビル、ベン、この前の借りを返すんだろう。最後のチャンスをやるよ。待て、お前たちの相手は我々だ。今度はこの前のようにはいかぬぞ。美獣様に授かった闇の力、見せてくれよ。行くぞ、ベン。インコ、邪神合体。また合体か。二度目は驚かねえぜ。Come on!
にしても美獣はここで何をしていたのかしら。もしかして美獣気を急ぐぞ。まだ飛ばすぞ。いちいち喜んでないで。先を急ぐぞ。みんなでぶっ飛ばすぞ。まだ。この調子で行こう。まだまだに。敵じゃなかったな。
が出てきたでしょ。乗ってたぜ。それ以上近づくと、この小娘を炎の中に投げ捨てるよ。他にも仲間が嫌がったのか。ノレ、覚えておいで。その子は大丈夫か。気を失っているだけのようだが、かなり弱っている。彼女は美獣に呪いをかけられていたんだ。なぜか呪いは解かれているようだが、このままでは危険な状態だ。長い間にわたって呪いがかけられていたため、心と体が弱ってしまっているようだ。ジェシカ、しっかり。俺はジェシカをディーンの村に連れて行く。君たちはマナストーンのところへ急げ。美獣の狙いはマナストーンのエネルギーを放出することだ。気をつけて。マナストーンの封印を解く金樹の媒体にするために、あの小娘の呪いを解いてここまで連れてきたが、思わぬ邪魔が入った。まったく役に立たない小娘だよ。だが代わりにお前たちが倒したビルとベンの魂を使ってやったのさ。要は誰でもよかったんだけどね。聖域への扉は我が主黒の貴公子様が開くのさ。マナストーンのエネルギーが解放されている。アルテナもそうだったけど、美獣も聖域への扉を開こうとしている。みんなマナの剣を狙っているんだわ。もしマナの剣が悪しき心の持ち主に使われてしまったら、マナの木は枯れ、世界からマナは完全に失われてしまう。封印されていた神獣が蘇り、世界は急ぎましょう。早く精霊たちを見つけて、彼らより先に聖域への扉を開き、マナの剣を手に入れなければ。話は聞いたぜ。あの女、マナストーンをこんなに仕上がって許せねえ。俺も力を貸せ。燃えてきたぜ。やる気満々ね。これからもよろしくね。うん、任せすぎ。オラオラオラ、うーつりゃー。
火と水の精霊を味方につけたが、次はどこへ行く？お前。それなら、トロ…いらっしゃい。またのお越しを